北条さん、はい、質問回答コーナー、はい、はい、はい、今回はですね、化粧水に関する質問というのを絞ってですね、はい、いきたいと思います、はい、朝洗顔は水またはぬるま湯で行う場合は、うんうん、化粧水等は使用した方がいいのでしょうか、使わない方がいいのでしょうか。あ、カピカピするんだったら化粧水を使った方がいいのかなと思いますけど、カピカピしないのであれば使わなくてもいいのかなと思います。特にぬるま湯でがっつりやると、これも結構油分が落ちるので、カサカサする人はカサカサするかなと思いますね。油膜を落とすのには、一つは界面活性剤を使って落とすんですけども、界面活性剤は必要ないと思います、朝はね。で、油って温度が高くなるとやっぱり落ちやすくなるから、まあちょっと、まあ、ぬるま湯ぐらいだったら35度だと冷たいのかな、まあ40度弱ぐらい、37、8度ぐらいなのかな、ぬるま湯。そのぐらいだとやっぱり油分が溶けて、溶けやすく、まあ柔らかくなって落ちやすくなるのかなとも思うんだけどね。でも熱いお湯でやるとあんまり良くないのかなと思います。でもそれでカサカサしたら、皮脂が落ちすぎてしまったら化粧水いいんじゃないでしょうかね。はい、本日のタイトル、あまり知られていない実はすごいスキンケア方法を紹介する。もう結論は最初に言っちゃうんですけれども、本当にすごいスキンケア、これはですね、実は何もしないという選択肢です。実はですね、これ非常に医者の中ではよく言われている手法なんですね。この動画を見てる人も含めてですね、何とかのクレンジングがいいとか、何かをプラスする、何かをやるというスキンケアしかこう発想としてはないんです。逆転の発想で考えて、何もしないというスキンケアのという方法もあるんだよっていう、実は私の中ではですね、すごく大事なことを言ってるつもりなんですけれども、もしかしたら、キャッチーな、タイトルになっていたとしたら、申し訳ございません。これってその何もしないのがいいよっていうのは、それは全員がそうなんですかね。ああ、そうとは限らないな。で、それだと化粧水とかもじゃあつけなくていいの？ああ、でもつけた方がいいかなとは思うけどね。それはつけた方がいい。化粧水とかクリームとか乳液とかはつけた方がいいし、自分もつけてる。キュレルだけど。ただし、そのあくまでも自分の肌を快適にするためにつけるのであって、何かその薬理作用を求めて使うものではないよっていう話ですかね。つけた方がいいと思いますね。髪の毛もやっぱり洗いっぱなしの洗いざらしの髪の毛よりもやっぱりトリートメントやった方が、私はあんまりやらないですけど、まあ男の人はね、どんどん切っちゃうので、でもやっぱり髪が長い女の人だったらトリートメントやって大切に使った方がいいと同じで、角質もまあターンオーバーして剥がれ落ちちゃうとはいえ、化粧水とかつけた方が快適には過ごせるとは思いますけどね、ちなみにこちらの質問ですね、3行目がありまして、はい、先生を見ることが一番のスキンケア。ありがとうございます次、はい、祖母はヘチマからヘチマ化粧水を作ってました。作ってた。うちのばあちゃんも。肌が綺麗でしたが、これもダメなんですかね。おばあちゃんの時代って今のように高機能で安全性が高いスキンケア商品ってそんなになかったと思うんですよね。オロナインエッジ軟膏ぐらいしか、あ、オロナインとか、あとはタイガーバームとか。だからやっぱりその化粧水みたいなものというもので、天然のヘチマ水とかアロエとかから作ってたのかなと思います。ただ今の時代ヘチマ水使うのは意味があんまり分かんないかなと思いますね。でヘチマ水って結構取れるんですよ。でヘチマ水もうパキッとって一升瓶に入れとくと、2、3日で一升瓶いっぱいになるぐらいヘチマ水が取れましたかね。やんない方がいいと思いますけどね。ヘチマ水が化粧水になるって、まあ、経験的に分かったことじゃないかな。あと同じようにバンドエイドとかなかった時代に血止め草って知ってる？知らないです。知らない。血止め草、血止め草、雑草なんだけどね。でその草を
例えば鎌で手を切ったとか何かでこうすすきで手を切ったとした時に血がわーって出てくるので、そこにその草を巻いて手ぬぐいで縛っておくみたいなことは昔のおじいちゃんとかおばあちゃんとかはやってた。それがまだそのバンドエイドとかない時代だよね。同じようにヘチマ水っていうのも今みたいに簡単にアクセスできるような化粧水とかスキンケア商品がなかった時にはヘチマ水みたいなもので代用してたとは思うんですけど、今包丁で手を切って血止め草でタオルで巻く手ぬぐいを切って巻くっていうのはなあ、まあやんないでしょうね。薬草の中にもあの例えばアヘンとかヘロインっていうのも完全に植物の樹液じゃない。同じようにその血止め草と呼ばれているものの中にも止血血管修練作用がある物質が含まれているものがあって、多分経験的に昔の人はそれをペタッて貼ると血が止まったっていうのは分かって、そういうような薬草はいっぱいあったっていう話は聞いたことがある。あとは肝臓とか腹が痛い時に煎じて飲む薬もあれも、胃酸の分泌を抑制するみたいな成分がその木の皮に含まれたりとか、これだけ発展する前はそういう不純物がいっぱい含まれている天然のものを使ってた。多分ヘチマ水もその美肌、まあ、保湿成分みたいなものが何らか含まれてるとは思う。ただ非常に雑なものもいっぱい入ってるし、それをその肌の保湿のために使うっていうのはあんまり得策ではないかな。それだったらもう例えばグリセリンとか、ヒアルロン酸とかそういうような保湿、それから、水と油を混ぜたような乳液クリームみたいな、まあ、界面活性剤で混ぜたようなものというのを使った方がいいのかなと思う。防腐剤も入ってないし滅菌処理もしてないので、むしろその腐敗が進んだようなものをつける方のデメリットが大きいと思うけどね。まあ、ヘチマ水がすぐアクセスできて毎日取り立てのヘチマ水をつけるんだったらいいけど、いいとは言わないけど、まあ、何らかのその先人の知恵で入ってたとは思うけどね。次、日焼けにはアルミンローションやアロエやヘチマの化粧水と昔から言われているようですが、そういったものもダメなのでしょうか？日焼けにもいろんな種類があって、サンバーンとかサンタンであって、サンバーンになってしまってバーンになってしまっているのであれば、もう変なものは塗らなくて、まあ、ステロイドのスプレーとか塗るしかないのかなと思います。で、まあ、普通のただ単に日焼けをしただけで何のその皮膚症状も出てないのであれば、安静にするというか、まあ、保湿をするということで今言ったようなものを使ってもいいとは思いますよ、うん、ただ一対一対応で日焼けをしてしまった、外に出てしまったらこれみたいな、そんなようなものは存在しないでしょうね。今日はちょっと、買い物に行って日差しが強かったのでアロエ配合のやつを塗っとくかっていうのは意味がないと思う。ヘチマのやつだからなんか優位性があるとか、そういう話ではない、ではないと思う。これもやっぱり過去の、先人たちの知恵で、アロエの中には、まあ、薬理作用もどきみたいなものがあったのかもしれないですね。抗炎症作用みたいなものもよくは分からないけど想像なんですけども、ただこれだけその普及したっていうことはやっぱりその血止め草みたいなもので血管修練作用がある物質がその植物に含まれていたとか、まあそうだね、抗炎症作用がある物質が、まあ、含まれアロエとかそれからヘチマ水に含まれてたっていうことはまあ想像できるかな。サンバーンがやっぱ赤くなってる、一度熱症ですね、ヒリヒリして皮膚症状がある炎症状態ですね。でサンタンというやつがもう、まあ、すぐには出てこないですけど、サンタンっていうのはね、黒くなるっていうのは、黒くなってる状態、うんうん、赤くなるっていうのは血管拡張で、血管拡張というのはその炎症反応が起こった一つの現象ですから、赤くなると多分ヒリヒリ、何らかのヒリヒリ感は出ると思うね。ヒリヒリしてる状態の時はもう化粧水とかもう塗るなって、塗ってもいいですけど、塗ってもいいけど塗って気持ちいいとかヒリヒリしないとかその違和感を感じないなら普通のそのアロエの化粧水を塗ってもいいけれども、赤くなってヒリヒリしてもね。でもヒリヒリしてるのに一番いけないのがその化粧水を塗ってこれが赤みを消す薬だと認識して塗り続けるのがダメということですね。次、
先生おすすめのキュレル1本あれば化粧水乳液クリーム美容液などなどはいらないという解釈でよろしいですか？いやそんなことはないと思いますよ。私だからそのキュレルは使ってますけど、あれが使ってるのはお手軽でそこそこの清涼感というかかさつきの防止になるか、そこそこっていうのがキーワードで、本当に例えば北海札幌に出張に行ってて冬の間に出張に行ったりするともう半端ないからキュレルじゃ追っつかないので、まあ、違うものを使ったりもするので、どうしてもそれは便利だから使ってるっていうことで万能ということではないです。でそれでちょっとやっぱりカサカサするとか保湿が足りないということであれば、どんどん違う製品を使った方がいいんじゃないでしょうかね、うん、次、化粧水であればたとえ医薬部外品であっても抗炎症作用等の薬理作用はないということになるのでしょうか？その通りです。白潤やメラノ CC が巷で流行っていますが、うんうん、どちらも医薬部外品です、うんうんうん、となれば医薬部外品の抗炎症作用って何？はてな、うん、となってしまいます、うんうんうん、北条さんが化粧水なんて活性をなくしただけの水みたいなものと以前おっしゃっていたので、アトムギや無印の化粧水はそうなんだろうなとは思っているのですが、健康な肌の人が健康な肌を保つために医薬部外品の化粧水を使う分には多少は効くかもねくらいなんでしょうか？多少はね、気休め程度にね。ただあくまでも医薬品は医薬部外品っていうか化粧品のカテゴリーに限りなく近いので、それに薬理作用を求めない方がいいでしょうね。やっぱり化粧品ってやっぱり1兆円の市場で無視できない日本経済の一つの柱ですよね。1兆円っていうと、そこの部分のロビー活動があったとしても不思議ではないと思う。だからやっぱり化粧品は薬理作用とかないっていうのを原則は知ってる。薬理作用がないのであれば効果効能が歌えない、これもわかる。でも化粧品という1兆円の市場でなんとか効果効能を歌いたいというのがあって多分医薬部外品ができたんだと思う。だから流れが、医薬品があってその、マイルドなものを医薬部外品と設定しましょう、で医薬部外品というのはこういうものですよということから効果効能がある化粧品が生まれたのではなくて、逆の流れだと私は思ってますけどね、うん、化粧品は薬理作用がない、効果効能が歌えない、でも1兆円の市場がある、何らかのロビー活動が行われた、で化粧品であっても効果効能を歌えるような何とか法整備を作りたいということで、多分医薬部外品という玉虫色の何かが生まれたような気がする。ただ私の想像ですけどね。ちょっと長文の質問なので、はい、要約するんですが、はいはい、そもそも肌というのは柔らかい方がいいのでしょうか、うん、なんかその、うん、他の YouTube では、うん、柔らかい肌は×硬くすることが大切というふうに言ってる YouTube があると、うんうん、でこの説明は合ってるんでしょうか？まあ合ってるような気もするし合ってないような気もする。例えば皮膚が生理的な状態で硬い柔らかいっていうのはあると思うんですね。両方とも正常という範囲で病的な状態ではないということが前提ですね。で、生理的な状態で加齢による変化っていうのは皮膚が柔らかくなっていきます。当然それは萎縮耐候性変化をするので弾力性をなくなるので柔らかい、で弾力性があるということは硬いということにはなります。自転車のタイヤでパンパンに張ってると硬いで、空気が抜けてくるとプニャプニャになってくる。弾力があると硬いっていうのはあるの で弾力がある肌っていうのはやっぱりそのシワが目立ちにくかったりとかするだろうなとは思うんだけど、これはただ生理的な加齢の変化で起こる変化で、まあ、個体差もあるんですよね。実際に同じ年齢でも柔らかいなと思う人と硬いなと思う人があって、どちらかというと硬い肌の方がなんとなく美しくはないような感じはする、感覚としてなんですけど、これ分かんないですけど、で男の人の方が硬い、で女の人の方が柔らかい、これはもうそんな印象はありますよね。柔らかい硬いの関連でコメントで、質問ではないんですけど、私は皮膚が薄いので、っていうふうに書かれてる方も結
いますね。私は皮膚が敏感ですのでとかね。それはやっぱり皮膚が薄いっていうのはやっぱりそれは事実、そういうのはありえるんですか？あり得ると思いますね。あるとは思います。ただしその何と比較して薄いのか厚いのかっていうのが分からないので、ただその肌の再生医療に来る人のほとんどがほとんどと言っていいですね、敏感肌なので他の治療ができないとか、私は皮膚が薄いとか、実際に同じ年齢でも肌の再生医療をやってて、注射器で皮膚の細胞移植すると硬い人と柔らかい人やっぱりいますね。いるいます。次、はい、北条さんって乳液は常時使うわけではない？ないですね、使わないですね。乳液を常時使われていない理由を教えていただきたいです。言っちゃっていいですかね。単純に面倒くさいのと、使わなくても不快感を感じないから。世間一般的な認識だと、化粧水と乳液はセット、ああみたいな感じですね。そんなイメージがあるんですよね。別にそれに固執する必要ないんですか？そうですね、化粧水だけで気持ちいいのであればそれだけでもいいと思うし、化粧水を塗らずに乳液だけでも、乳液とクリームは同じものですので、乳液クリームを塗ってもいいのかなとは思いますけどね。こちらの方、私は乳液やクリームを塗ると白ニキビができやすいので、化粧水だけで済ましていいんじゃないでしょうかね。いいんじゃないですかね。コスメショップの方に怒られてしまいまして、怒られたんです。なるほど、どんな業界でもそういう人はいますよね。ラーメン屋に行ってもいきなり麺をすすると、まずスープから飲めみたいな親父もいるかもしれないし ね、 そうですね。いきなり七味を入れると、まず七味なんて入れるな、じゃあ置くなよとか思うんだけどね。はい、皆さん今日はですね、積み残した、コメント質問のほんの一部なんですけれども、結構多くいただく質問コメントについてお答えさせていただきました。その他にですね、聞いてみたい質問等々あればコメント欄の方にどしどしお寄せください。皆さんどうも長々とご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。結構顔を上げると顔を食べる順番みたいなの書いてある、ね、あるところがあるね。まずはスープを飲むべし、そう次に一口、チャーシューは奥に沈めるべしとかね。でつけ麺屋の場合はまずは麺のみを食べるべし、いいじゃん好きに食わせろよって感じ。うんってやつ